これもね、はい、超簡単なんだ。あ、超簡単ですね。でもね、引退してから知ったんだよ。俺いつもいろんな、昨日正彦の野球教室行ったんだけど、はい、俺いろんなところの野球教室行くと、はい、いろんな名選手がいっぱい一緒に教えるので、ね、はい、俺人の教えてるとすごい聞くんだ。そしたら知らないこととかがすごいあるわけ。でも知らないことが出てきますか。そう、山崎武さんのバッティング教師とか、宮本慎也さんの守備とかバッティングとか、はい、理論聞いてると、はい、すっごい理論が構築されて、知らないことが知れるの。はい、今ね、すごい、じゃあ出てきて。あ、こっち前まで来る？こっちまで来るかな。はい、真ん中までどうぞ。だから、あの、毎年、理論が構築されてきてるんだよ。すごいですね、もう。はい、じゃあ教えてもらった。なんかバット振るちゃん構えて。ちょっとバット持ってる感じやってみる。構えて。振るちゃん、それじゃあさ、後方に飛ばないからさ、もっとさ、この右腰をさ、しっかり回すんだよ。構えて。ここに来て。遠く飛ぶんだよ。だから手だけで打つとさ、遠く飛ばないからさ、しっかり今みたいに右腰もしっかり回していくとたくさん飛ぶから、そこを意識しろんだよ。分かった。また同じ理論ですね。手だけじゃなくてね、そうそう、はい、違うところを意識する。そうやったらいいんだよ。できそうでしょ。できそう。じゃあ準備か。頑張るんだよ。頑張ってね。野球好きなの。さまざまなお仕事がございます。そこで今回皆様ちょっと後ろ